こんにちは、平井博明です。今回はですね、アイアンの上級者向けの解説をしていきたいと思います。上級者向けといってもですね、初心者、中級者、上級者、それぞれ必ず役に立つ内容があると思いますので、参考にしていただければと思います。平井博明のワンラップゴルフ。まずですね、アイアンで意識されていることというのは何ですかね。もちろん練習場、コース、それぞれ意識することと違うと思うんですが、まず前提としてコースで打つ球っていうのが一番重要じゃないかと思います。コースで打つ球をどれだけ意識されてるかどうかっていうのが重要になりますけども、僕今8番アイアン持ってます。自分の飛距離8番アイアンっていうのが150ヤードぐらいなので、その付近ちょうどあの150ヤードにグリーンがあるんですけども、そこにちょっと何発か狙って打っていきたいと思います。コースに出ると状況がこうガラッと変わったりですね、風が吹いてる、ライがいい悪い、いろんな状況あると思うんですが、もちろん傾斜がついてたりですね、その全ての状況を把握して自分が今残されたヤーデージを打つというのがコースでのショットとなります。で、何も風が吹いてなくて平らでライが良かったら、ほぼほぼまあ無警戒で打ってもいいと思います。あとはまあピンポジションですね、ピンポジションがどこに振られてるかで打つショットというのが変わってきます。自分の持ち球というのがあるかないかでも攻め方というのが変わってきます。僕はアイアンドロー系ですね。なので左ピンに振ってあった方が気持ち的には優しいです、楽に打てますけども、右ピンに振ってあるとストレート系、もしくはもちろんフェードも打てるんでフェード打つ場合もあります。ただ何もハザードが例えばないとかですね、グリーンがすごい広い場合っていうのは持ち球のドロー系でピンを攻めていくというのが多いです。コース出た時に例えばああいう風にグリーンしか面がない、要は周りに例えば池、バンカー、ハザードがあった時にグリーンしかキャッチできないという時っていうのは、自分の一番自信のある球を打つべきです。どこかに逃げれる、グリーンを外すならどこかに逃げれる場所があるんであれば、そこを意識しながら打たなきゃいけないですね。で、例えばあの150ヤードのグリーンに無意識で打った場合に、まあ、ああいうストレート系もしくは若干ドロー気味の球で僕は打ちますが、例えば左に池があってピンが右に振ってあるという場合は、もう絶対左はダメという意識で打ちます。そういう場合は球を若干フェード目、ああいう風に打ってあげる。ちょっとボールを追えてないと思うんです、ちょっと見づらいので。それぐらい残念な、めちゃくちゃいい球でしたね。なのでああいう風にちょっとこうカット気味に入れてあげるという意識、あれはそもそもどうやって打ってるかって言ったら、動きとしてボールに伝えてるんではなくて頭の中だけなんですよ。どういうことかというと、ピンにまっすぐ構えます、ピンにまっすぐ構えてドロー打ちますね。ドローボール、同じ構えしてフェード打ちます。フェードしましたね、右に曲がったんですけども、同じ構えをして頭の中の意識だけでボールへのコンタクトを変える。ドローの場合は一旦クラブをたわませてインサイドに入れてアウトに放出する。そうするとドローが出やすい。で、2球目というのは
トップ作ってここからクラブをもう先に放出させて体の回転とクラブの動きを同調させてカットを打つ、これが形ではなく自分の頭の中のイメージ意識で体を動かしている、先に動きを決めてるんではないということですね。ドローだからこうやってこうやってこうやってっていう打ち方はほぼしてないです。でその中でも例えばボールの位置をずらしたりとかですね、どっちの球を打ちやすいボールの位置にずらす、それは左に置いたらドローが出やすいのか右に置いたらドローが出やすいのか、それは人それぞれです。それは見つけないといけないので自分が得意不得意ですよね、その言われたからこっちの方がいいとかではなくてその方自身のオリジナルを見つけないといけないんです。何でもかんでもストレートのナイスショットで打つんではなくて自分から球をいじってあげるということがすごい重要なんです。コースではそれができてないとなかなかスコアアップにはつながらないので、正直ボールの位置だったりいろんなアドレス何が大切ですよって結構動画でも聞きますし自分でも言ってきてますけども、実際大切なのっていうのはこれだったら自分は当たるというのを見つければ一番早いんです。それはこう構えようがこう構えようがこう構えようが何でもいいんですよ。何でもいいので絶対的自信のある構えと打ち方を見つけるというのが一番近道だと思うんですよ。なのでそれを見つけていただきたい。で意外と先に自分がこういう格好が理想だとかですね、こういう構えじゃないとダメ、いろんなこう形について先にとらわれてしまうとその自分で最も当たる形を見失いやすいです。なのでショットを打つのが前提なので形からではないですね。なので必ず自分でフィーリングのいい当たる格好形スピードもそうですね、スイングスピードを見つけていただいた方が絶対コースでは有利に働きます。なので実際に決められたヤーデージを打つには何が一番自分で動きやすいか打ちやすいかっていうのを練習場で練習していただいた方がいいと思います。本当にあの例えばじゃあ150ヤード例えば誰かに僕が打ってって言われて、じゃあ150ヤード打ちますねって言われたら150向いて150ヤード飛ぶスイングをすればいいんです。単純にそれがスイングがまずこう当たるのはまずこうっていう風になると、えじゃあ150飛ばすのはどうしちゃったのってなっちゃうんですね。なのでまず150飛ばしてみてください。150が設定ラインだとしたら、で150を飛ばしてそこで出るミスが出るとします。そしたらそのミスに対して初めて課題が残りますので、先に課題をやるんではないんです。必ず打って結果を出してから課題が見つかるはずなので、まずそのターゲットに対して自分が打ちやすい打ち方で打ってみることが一番大事だと思います。で初級者とか中級者の方はある程度基本の知識だったり形というのをやらないといけないんですけども、上級者になってくるとある程度ボールが打ててきて、あとは感性フィーリングですよという残りの問題になりますので、そこを意識してターゲットに対してまず打っていただくことが重要かと思います。その中でも例えば低い球とかですね高い球ってあると思うんですが、そこもちょっとだけやらせていただきますと、まず低い球打つ時というのはフェースは必ずターゲットです。フェースをターゲットを向けていただいてボールを右足の親指の前に置きます。そうすると真ん中がここでボール右に置いてますんで、これをボールに対してこういうふうに構えちゃうと意味がないですね。真ん中に構えてるのに対してクラブだけ右です。でそうするとロフトが立って低い球が打ちやすいということになりますので、このポジションをまず決めていただきます。そこからこのクラブの角度をキープしたまま体の回転で打ってあげる。そうすると8番アイアンなのに3番アイアンぐらいの高さ、もしくはもうちょっと低いかもしれないですね今のなんかは、
そういう球が打てます。林の中からただ出すだけではなくて、林の中からでもグリーンを狙ってあげるショットが打てるということになりますので、わざわざ1打多くそのホールをクリアするんではなくて、できればパーとかボギーとかで上がれるチャンスが広がりますので、やってみていただけたらと思います。あと逆に高い球なんかはハンドファーストにせず真ん中に構えていただいて、若干右足体重でもいいと思うんです。ただその右足体重になったらその体重を変えない、右6ぐらいの重心でフィニッシュを取る。そうするとめちゃくちゃ高い球が打てます。なのでこうだからこうだよっていう自分の決まり事、自分だけのですね決まり事を見つけていただいてショットしていただくこともすごく上達への近道となってます。なのでこれをぜひぜひ練習場で試していただきたいと思います。で本当に前回のアプローチの動画もそうですけども、本当に感性感覚というのを重要視していただいて打っていただくのが一番です。手に来る感覚とかですね、体にこう伝わってくる振動、それも感覚ですよね、伝わるもの、そういうのがすごく大事になってきますので、それを練習場なんかでトライしてですね、練習して課題を増やして上達への一歩をですね練習場で練習していただけたらと思います。今回はですね上級者のアイアンについて説明させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。